おい皆さんこんにちは。今日は Mac mini スペックはこちらを開封からセットアップまでしていきます。では早速オープンします。オープン、イエーイ。ということで、Apple といえばこのねペラペラですね。こいつを持ち上げつつ開けていきます。さあ、中身はと言いますとシンプルですね。これは説明書でしょう。マニュアルですね。でまあ電源ケーブルといったところかな。そうですね、電源ケーブルです。でマニュアルとしてはこちら、2ページですね。さすがシンプルですね。でリンゴも入ってます、2つ。さあではこの瞬間たまりませんけど開けていきます。これじゃないか。はい、ということでこんな小ネタも挟みつつ行ってみたいと思います。オープン、いやシンプル、いいね、かっこいいですね。今回からサンダーボルトがこの USB-C になってますね。では早速電源差し込んでいきます。でですね、今回 Mac mini なのでディスプレイ別売りです。 HDMI こっちに今回ね、ポート1つなので要注意です。で今回マウスもこちら用意しましたと。 Bluetooth が増えてきたのでこれにしたんですが USB も2つでしたのでもう埋まっちゃいました。では電源オン、えい。あれ、こんな時間かかるかな。はい、というこれちょっと本当にやっちゃいましたけども、改めまして電源オン。さあではここからはですね、ほぼノーカットで、セットアップの体感時間など行ってみたいと思いますけど、着いた。そんなこと言ってたら着きました。ありがとうございます。さてとではですね、まずは何かな。まずはマウスですね。マウス設定しましょう。設定といっても先ほどのものをただつないで電源入れるだけなんですけど、どうかな。お、来ましたね。では、キーボードの方も Bluetooth ありますのでオンにしておきます。でこちら言葉の方は、日本語と、これもお好きなのを選んでいただいて、で次は、お住まいですね。お住まいは私日本なので日本でこのまま続けると。でキーボードこれはもう接続されてるっていうことなのかな。でこれは、これはローマ字ですね。ローマ字入力にして、で続けるいいのかな。え、これは、あ、いいですね。これはもうこのまま日本語で OK です。で続ける。そうすると次に Wi-Fi 接続出ますので、これは選んでいただいてパスワードと。で次はこのデータとプライバシーですので、読んでいただいて OK ならこれも続けると。でこれは何でしょう、このま、あ、これはもうあのタイムマシンとかバックアップとかですね、他の起動ディスクなどからデータ転送する人はもうこの時点でできるみたいです。で僕は今回ちょっとまっさらで使ってみようと思うので、一番下の情報データしないで済みまして、次が ID でサインと。でこちら ID 入れていただいてパスワード入れるとこうなります。これがね意外に時間かかるんですよねと思ったらかんなかったですね。ということで、セキュリティ、あ、これね、2ファクター認証を使用するかしないか、これいずれは使用するんですけど今はちょうどしてないので、僕はちょっとこれは飛ばします。これも後で設定できるので、これはアップデートしないでいいのかな。使わない人はいいかな。いいね、 OK。 さあどうでしょう。
お待ち時間ってね、ドキドキしますよね。こう新しいものを使うときは特にね。次、お、利用規約まで来ましたね。で、これはまあ読んでいただいてですね、OK であれば同意をしていきましょう。で、これちなみに同意しないにしてみましょう。するとどうなるか。はい、進みませんということで、まあ読んでいただいて同意するという流れですね。で、これはコンピューターのアカウントなので、この Mac mini のアカウントなので、好きなものを入れていただいて進むと iCloud のアカウントが設定されると。で、この iCloud は時間かかりますね。なんだかんだで。僕もなんか iCloud いろいろとやっていると結構エラーになっちゃったりとか、読み込まなかったりとか、なんかね、なんかちょっとたまにあるんですよね。でもかなり便利です。僕はもう今でも iCloud だいぶ使ってますね。データのやり取りとか。周りが Apple 製品であればもうおすすめです。まあ、のんびり待ちましょう。はい、来ました。お、これ探すね。これはいいですね。昔 iPhone を探せっつってみんなで遊んでましたけども、これは、位置情報を飛ばして、使っているものがどこにあるかと、まあ、Apple 製品がどこにあるか、自分のものが分かるというものですね。これも後から設定できますので、とりあえず続けるでいきます、僕は。で、エクスプレス設定も、これも後で設定できますね。うん、できますね。なので、このままちょっと行ってみましょうかね。で、まあ、僕ちょっと位置情報しばらくオフにしておきます。で、これは、しないと。で、これね、地図から選べるから便利ですよ、時間帯。もう日本にして、で、これで続けるか。ん？お、今日本にした？日本になってますね。日本で、OK。で、次は、あ、これは不具合とかね、まあ、いろんなデータを、アップルに送るっていうのですけど、これはまあお好みで、僕はちょっと一旦外しておきます。これも後から設定できますと。で、スクリーンタイム、スクリーンタイムもこれも後で使えますね。あ、設定できますね。シリちゃんか、ん、ちょっと待ってください。シリちゃん、ん、じゃあこれ続けるにするとどうなの。おや、止まった。おうおうおう、あ、もう次の設定ですね。ということは、さっきのシリちゃんは、シリちゃんは何だったんでしょうね。あれ、シリちゃんじゃなくなりました。じゃあ、まあちょっと後で、これも OK でしょ。後で設定できるので、この辺は正直飛ばしてっても OK です。で、iCloud、これは僕ももう使ってるので、これはこのまま両方とも使えますね。で、まあ、iPhone 持ってる人は iPhone からもいろいろ設定ができるので、全て周り Apple 製品だよっていう人はなかなか iCloud 楽ちんなんじゃないかなと。なのでこのまま僕は続けます。ただご家族とパソコンなど共有してる人はこれ要注意なので、気をつけて使ってくださいね。さあ、続いては、あ、もう外観モードですね。僕は iPad とか iPhone はダーク使ってますけども、デスクトップはライトでいいかな。うん、じゃあライト。お、来たぞ。これは来るか。終わったかな。よし、できました。ということで、なかなか早かったのではないでしょうか。今回は、Mac mini の開封からセットアップまで動画にしてみました。もしね、皆さんのお役に立てたら、 Mac 初心者の方ね、ご覧いただけたら幸いでございます。それではこれからアップデートしながら iPad の開封に移りたいと思いますので、気になる方は動画どうぞ。それでは皆さん、ご覧いただきありがとうございました。いいねやチャンネル登録、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。